赤の視線は、コーネル・ウールリッチが、ウィリアム・アイリッシュ名義で1944年に出版したミステリー小説。幻の女同様に、あるリミットまでを描いた作品で、本作では、早朝に出発する長距離バスの出発時刻がリミットとなっており、幻の女の正来が、死刑執行までの日数なのに対し、時刻の表示になっている。1946年に、 アメリカ合衆国で映画化されたほか、日本でもたびたびテレビドラマが制作、放映されている。ブリッキーコトルースがニューヨークの魔力に魅せられて田舎から出てきて、すでに5年。ダンサーの夢破れたブリッキーはなお故郷に帰る気にも、なるず、クラブで5分10セントのチケットを買った男性のダンスの相手をし、チケットごとに2セント半を、部合制でもらって働いていた。 午前0時50分、クラブの閉店後に、ブリッキーに絡んでくる客から助けてくれた青年がいた。礼を述べて自宅に帰るブリッキーに、青年はおどおどしながらついてくる。午前1時15分、ブリッキーは、自室で故郷の母に、舞台に出演している。お金の心配はいらないと、嘘の手紙を書き、いくらかのお金を包んだ。外に青年がだんでいるのを見たブリッキーは、 コーヒーの一杯くらいはご馳走してもいいかという気分になり青年を自室に招き入れる。ブリッキーが書いた手紙の入った封筒の宛先を見た青年は自分の故郷と同じだという話してみると青年はブリッキーの裏隣の家に住んでいたクイーン・ウィリアムズだと判明そしてクイーンは今夜不合の屋敷に空き巣に入ったことを告白するブリッキーは 盗んだ金を戻して二人で朝六時の始発バスに乗れば、ニューヨークの魔力から解放されると、クイーンを説得した。午前二時、クイーンがお金を戻すために屋敷に忍び込んでみると、当主のスティーブン・グレーブズが何者かに殺害されていた。このまま朝を迎えれば、クイーンが殺人犯の容疑を受けてしまう。ブリッキーは朝六時までに、魔犯人を見つけ出し、二人で、 バスに乗ることを決意した。二人は現場に落ちていた欠けた茶色のボタン、左側から使われていたブックマッチ、香水の匂いといったわずかな手がかりをもとにニューヨークの夜をさまよい、真犯人を探し出す。パラマウント等の時計1944年に JB リッピンコットから出版された。1946年4月6日にアメリカ合衆国で公開された。 日本では劇場未公開でビデオ発売時にタイムリミット25時の放題が付けられた。登場人物名やシチュエーションなど大幅に異なる。1962年11月11日に名作推理劇場の一話として暁の視線が放映された。1964年5月27日に水曜サスペンスの一話として暁の視線が放映された。 プロ野球中継の雨傘番組であった。1967年3月25日に、真夜中の青春として放映された。山口桃江、三浦智和主演の赤いシリーズ最終作、赤い視線として1980年に放映された。1983年5月3日に、火曜サスペンス劇場、春の女優シリーズの1話として、 朝まで待てない東京脱出を図る若い二人を阻む殺人の謎が放映された。タイムリミット25時に関するカテゴリー、真夜中の青春に関するカテゴリー。ありがとうございます。